言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランバンバースです。はい、メインストリームの1週目 BE:FIRST の方ですが、そちらがとりあえずは終わりまして、2週目以降も Spotify だったり MV 再生だったり、Spotify はじめとしたストリーミング、MV 再生もろもろ、頑張っていければと思います。なんかこうね、やはりこう2週目、3週目、4週目っていうところで残っているっていうのが大事だったりするんでね。はい、本当に、なんていうか、無理しないように楽しみながら推し活をしていければと思っております。で、その流れの中で、先週はと言いますか、ね、やはり BE:FIRST 絡みが多くというか、そちらがベスティですからどうしてもメインでね、マーゼルの話をちょっとしようかなと思います。私含めね、ベスティが火の玉になってやっている時に、マーゼルも面白いことになってまして、その面白いことの一端は、私自身、東京ガーデンシアターでライブを見に行った時のことがあったので、そちらについてのレポートも、ライブレポートもさせていただきましたし、BMSG フェスね、見に行かれる方、多分その本当に、私が見に行ったライブよりも、がっつりともちろんやると思いますから、ぜひ楽しみにしていただければと思うのと、そこに行くまでにね、結構マーゼルもいい感じに仕上がってるなというのがあったんで、そちらの部分をぜひちょっと見ていただければと思います。で、その中の話で、その当日に結構ね、いろいろと、ツイッターを見たりとかね、X を見たりとかね、慣れないですね、相変わらずね、自分自身の感想とかも述べたような感じで、やっぱり直也くんがね、すごい見つかってるっていうところの話をしたんですが、あの日って私動画撮ったの、その日のうちに撮ったんで、その後ですね、やっぱりみんな感想っていうのは、JO1 やミルク見に行った方に関しても、もちろんマーゼル見に行った方に関しても、次の日とかに結構ね、する人が多く、だから今日もストリーミング、メインストリームとかをね、ストリーミングしながらとかで、結構 X を見ていたんですけど、ランくんめっちゃ見つかってます。ラン推しの方特にだと思うけど、ミューズの方、おめでとうございます。結果やはり一番最初にですよ。あれですね。レポートをした動画でも言ってるんですが、JO1 の河野純喜くんと、ミルクの佐野勇斗くん。ちなみに佐野勇斗くんは、SnowMan の目黒蓮くんと一緒にね、トリリオンゲームっていうドラマ出ておりましたが、はい。その佐野勇斗くんと、河野純喜くんと、ランくん。この3人で、一番最初の、会場内での注意、撮影禁止ですよみたいなこととか、規制退場の話とか、そういうもろもろの話をしてて、そこで映ってたんですよ。で、やっぱりその中で、こう、気になった人っていうのが、当然いたみたいで、こっちはね、ラン映ってるぐらいな感じでっていうか、もうこんな感じだったんで、でも確かに、河野くんのファンとか、佐野くんのファンも含め、他の界隈の方も、当然気になりますよね。だから、その3つグループが出てて、マーゼル、ミルク、JO1 で出てましたが、やっぱりその、それぞれのお目当てのところ以外のお二人といいますか、そこも出ていたし、あれも、なんとなく運営側が、おそらくは狙ったんだろうと思うけど、やっぱりビジュアル的に、みんなビジュアルはもちろんいいんだけど、わかりやすくビジュアル抜群の3人が来たなっていうところはありましたからね。その結果やっぱりランくん見つかってました。デニムのハーフアップのこう誰みたいな感じのポストがたくさんありましてね。なんかこう喋ってる時なんか優しそうでなんか赤ちゃんみたいだったけど、ダンスキレキレでびっくりしたみたいな感じとか、そういう反応もありまして、すごいね、見つかってますよ。で、ハーフアップの子誰、デニムのハーフアップの子っていう、その時の衣装がそうだったんでね。熊と悪魔の隣にも、その状態のランくんいるかな。サムネイルにもしておきますね。このマーゼルの公式の画像でございますけどね。はい。っていう形なので、いい感じでね、見つかっていると思います。なので、これ、きっかけにして興味持っていただければいいなと思いますしね。ということで、すごいいいなと思いました。あとね、結構その生徒くんとタクトくんの気に入ってたような方をちょっと見かけたりもして、ああいう感じの、ちょっとがっしりした感じ、あるいはちょっと男っぽい感じの、男子が好きな方なのかなって思ったりね、思いましたね。二人ともね、見た目言うて、結構イカチかったりしますからね、二人とも喋るとふわふわだったりするけど、そんな感じでございまして、っていうのもありましたし、そう、なんかね、やっぱ直也くん見つかってるのが一番目立ったなと思ったけど、一日開けてみて、ランくんもやはり見つかってて、
だからこう直也くんとラン君がそのビジュアルで高い割に見つかるだろうなっていうところの予測は私も以前してましたし、皆さんも多分ねしていた方も多いと思うけど、多分その感じがまさにできてきているなっていうところもそうだし、まあだから言ってみればそのスターダストのあのミルクと、まあラポネと言いますかね、まあ JO1 ですけど、まあ K-POP の要素も強い JO1 の界隈の皆さんから見つかるところっていうのがやっぱりいろいろと面白いことになっているなっていうところですね。はい、あとはねトークが面白かったっていう反応が多かったみたいで、実際その下野さんとのトークのところもそうだし、マーゼル自身の MC のところもなんかリラックスしてるみたいで、あの独特のマーゼル独特の間っていうものが出ててね、そうあのねトークのところとか MC のところとかそういうところはあの BE:FIRST もマーゼルもまあ特に BE:FIRST は結構いろいろロックフェスとかで見てますけど、フェス独特の話し方っていうのがあるけど、マーゼルのあの話し方っていうところも確立されてきているのだろうなっていうのは感じました。はい、まあいろいろ語ってますけど、まあ詳しいレポートとか、そのラン君以外、ラン君含めて8人の感想とかも、マーゼルのライブの動画として語ってますので、もしよろしかったらご覧いただければと思います。まあね、まだまだ予断も許さないですけど、ベスティンの方も、ある程度ね、火の玉のようにバーっていくよりは、自分のペースでしっかりと、あの2周目、3周目のメインストリームをつないでいくっていう形になるので、まあその流れの中でどうしてもマーゼルっていう存在も必要になってくるので、そこの部分含めてね、やはりいろいろと今後マーゼルのこともしっかりとサポートできればっていうふうには、まあベスティの一人としては思ってますね。まあ偉そうなこと言う立場でも全然ないんだけどね。はい、まあその流れですよ。でまあいろいろとラン君絡みの話も結構させていただきましたが、まあやっぱりね、ラン君の話は長くなるね。なんかこうザ・ファーストでもね、象徴みたいな感じで、ミッション・ミッションでもそうだし、二つのオーディション番組の象徴的存在って結構すげえなって、改めて思ってるけどね。しかも、そういうオーディション系に参加したのは雑草が初めてだったわけでしょ。まあ、逸材でしたね。そりゃまあ、まあ、わかりきってことだけども、逸材だってことはね。で、他にもちょっと面白いことがいろいろ起きてまして、ポストの方というか、X の方でもね、リツイートなどさせていただき、ましたけど、ですね、渋谷の方で、メゾン構成さんと一緒にというか、コラボさせていただいているところがあって、What's My Tone キャンペーンって読むのかな？渋谷駅に9月18日から9月24日の時、渋谷駅の東急東横線のところに、まあ、マーゼルの個性あふれるトーンメイクが渋谷駅を彩りますっていう形で、トーンメイク、すいません、おっさんなもんで、あんまりメイクのことが分かっておりませんが、トーンメイクっていうのがあるんですね。はい。だからこの、マーゼルの個性あふれるトーンメイク、マーゼルの8人がトーンメイクをしてるってことですね。トーンメイクって言い慣れてない感がすごいですね。トーンメイク。トーンメイク。はい。渋谷駅を彩ります。ミューズの皆様、行かれる際は赤シートを持っていくと。赤シートを持っていくんですね。ビニールシートの赤いやつではないね。赤髪でもないね。はい、すいませんね。もうおっさん丸出しだわ。すいませんね。全然わかんない。あ、でも、とにかくそういう感じなんだそうで。あ、でもね、あれですね。この今拡大して画像を見てて、多分、サムネイルとかにも載せておきますけど、さすがにわかりますね。すごい、メイクの感じが出てて、あ、こんな風になるんだ。なんか本当にイメージ変わりますね。これ、実際に見るとさらに、エイキ君かっけえな。エイキ君なんか本当にいろんなメイクとかしていろんな顔とかになっていい感じになりそうだなっていうか、本当にメイクのことわかんないからね。男性ではメイクする人最近が多いんだけどね。私もそろそろなんかいろいろとね、顔とかいろんなシミとか隠すためにメイクとかしてもいいんだけどね。多分 YouTuber さん結構メイクしてる方も多いですもんね。でもなんかね、わかんねえんだよな。わかんないことやるとさ、失敗するからね。前やったことある、前ちょっとやろうとしたんだけど、もうすぐやめましたから。違うなと思って。はい。ナチュラルにやらないとね。はい。っていう形で、あとね、ディズニー・オン・アイス2023、100 Years of Wonder にもお邪魔してきましたって書いてあって、これが9月17日のマーゼルの公式でございまして、ハヤト君と、カイリュウ君と、セイト君と、リュウキ君。で、4人で行ってらっしゃいまして、こういうポーズしてます。うん。これはディズニーオンアイス的なあれのやつなんですかね。うん。なんかあれなんですよね。リトルマーメイドだったりとか、そちらも試写会ね、行ったりとか、ディズニーとの縁というのが、また
ちょっといい感じになるといいなと思いますけど。ね。まあ、BE:FIRST もね、音楽の日で、ディズニーコラボといいますか、ディズニーメドレーでね、ミニーのショーのやつ、歌わせてもらったりもしましたけど、マーゼルもぜひ繋がっていけばと思うし、でもなんかマーゼル、結構、リトルマーメイド絡みもそうだし、なんかこのディズニー関連ちょっと多そうだなって思うので、なんかこの何かしらあるんじゃないかなって気がしてワクワクしますね。ちなみに画像ありますけど、まあ4人とも非常に楽しそうだけど、ハヤトくんが特にいい笑顔、というかね、いい笑顔だし、こうなんか本当に幸せそうな感じがね、すごい出てるなって思ったりします。はい、楽しそうで何より。ところで衣装すごい長袖なんだけど、特に生徒くんめっちゃパーカー着て下に、インナーまでシャツ着てて、これ暑くないのかな？まあ屋内だと思うけど、でもなんでしょうね。なんかこれも何かしらの、こう何かがあって、この衣装で行く意味があったっていうことなのかな。うん。結構だから、長袖だしね、海龍くんは言うて半袖だけど、でもなんかみんな長袖で、特に生徒くん暑そうだなって思って、まあさすがにこの衣装でというかこの服で外歩いたりはしないと思うけど、ディズニーオンアイスでこの冬の感じだからってことかな。だとしたら隼人くんのダメージジーンズは寒いだろうって思うからね。うん、そういえばこないだの BE:FIRST の配信か何かで、シュント君がね、ダメージジーンズだったんで、ベスティがみんな膝が大変なことになっているっていうのは、シュント君の膝でチャット欄の4割5割ぐらい埋まった瞬間あって面白かったですけど、まあね、やっぱり若い子たちだからいいんだけど、ある程度ね、こう、冷えやすくなるから、膝空いてると心配ですよね。何の話をしてるんだ、俺は。はい。っていうことでございました。うん、こちらもなんかディズニーとの縁がまたあんのかななんて思うと、ちょっと面白そうだなって思ったりしますね。まあどんな感じのことがこれから起こっていくのか楽しみにしたいと思います。あと先ほど話をしましたカウントダウン TV ライブライブフェスティバル2023ですけど、こちらJO1 マーゼルミルクが出たものが配信チケットが販売中ということで、1週間視聴可能ということで書いてあります。うん、でこちらがですね、9月16日、9月17日、9月18日とありますが、マーゼルが出たのは9月18日、月曜日祝日のやつになります。ということで。でね、なんかこう、やっぱりマーゼル、ミルク、JO1 で、それぞれのグループが、それぞれのみんなの話をしていたりもして、例えば JO1 の方からも、ミューズっていう名前が出たりとか、ミルクの特に佐野隼人くんがね、生徒くんのごちそうさまをめちゃくちゃ気に入っていたりとか、もろもろそういう話とかしてましてね。でもちろんマーゼルの方からも海龍くんがミルクさん、それから JO1 さんとご一緒させていただいてっていうね、そういうところもあったんで、うん、はい、すいません、ミルクさんっていうとね、VTuber の井宮ミルクがってまた同じ話してんだ。実はその話前もしたんだけどね。まあそれはいいや。うん、はい、まあそんな感じでね、本当に3組で盛り上げていこうっていう、そういう団結力っていうのがすごく見受けられまして、すごく良かったですし、まあ、JO1 さん乗ってるんでちょっと画像には載せませんが、JO1 さんおよびミルクさんとのマーゼルメンバーの写真とかも一緒に撮ったのもあったから、だからちょっとね、まあ、JO1 ともそうだし、ね、なんかこういろいろコラボとかまた今後できるといいなと思うし、うん。そう、ミルクも JO1 も本当にね、面白かったし、かっこよかったですから、うん、ぜひぜひ、マーゼルファンの方、配信チケットね、買っていただいて、で、ぜひ見ていただけるとと思います。当然、マーゼルはかっこよかったし、かわいかったですが、ミルクと JO1 も非常に良かったです。JO1 に関しては、ここ最近のこのボーイズグループの置かれる状況、それこそスカイハイ社長なんかもいろいろと懸念していた時代っていうのがあったわけだけど、そういう諸々の時代において、やっぱり一番最初の方の、ここ最近のものをそういう本とかにするのであれば、一番最初の方の主人公は明らかに JO1 だと思ってますから、そういう感じの存在でもあり、ライブも見ましたし、初見でしたが、感動しましたよ。なんか歴史を見てる感じしますよね。まあ歴史じゃないんだけどね、全然現在進行形で進んでるから、はい、そういう形でございました。
はい、なのでね、もろもろそのマーゼル絡みの話をさせてもらいましたが、まああのミューズの方はもちろん、ベスティンの方もね、やはりあの大事な仲間でございますので、あのいろいろと追っていければと思いますね。はい、あとラン君見つかってきてますんで、ラン君推しやりましたね。うん、はい、では私はいろんな動画を撮ってますので、タイトルサムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますようにチャンネルの登録をお勧めいたします。それでは失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。街角の語り部グランパンパースでした。